ちは、こんばんは、おはようございます。後編ですね、ほったらかし温泉後編でございます。あれからですね、2時間間違えて寝てしまいました。すごく気持ちよかったです。本当に熟睡しちゃった。エアコンがあるからね、でかいですよ。で、今午後6時過ぎ、こんな感じです。景色がやばいですね。で、グルキャンがね、下にいまして、すごくいいですね。微笑ましい光景が。では、まず、あれかな。温泉行ってきます。温泉行って、その後晩飯の準備しましょう。行ってきまーす。夜のほったらかし温泉。またね、静かでいい雰囲気ですよ。入ってきまーす。楽しみだわ、これは。寒いし。はい、出ました。超気持ちよかったけど、マジで学生が多かった。もう脱衣所ね、入った瞬間にいっぱいすぎて、今までがね、どれだけラッキーだったんだっていうことをまざまざと実感させられましたね。これね、ほんと週末とか入ってらんないわ、こんな状態だと。だけどすごい気持ちよかった。ではこの後ですね、温玉揚げを買います。果たして今回はですね、何個温玉揚げを食べるんでしょうね。もうすでに3つ食べてますね。私は1個ですけど。戻ってきました。久しぶりにこのキャンプ感、うわーいいわ。じゃあ今からですね、飯の準備ですね、始まるぞ。はい、本日のディナーでございます。焼肉、初歩に戻ってですね、初心に戻って焼肉と、今回はキムチチゲ鍋、豆腐チゲ鍋かをしたいと思っております。もうね、この炭の匂いとかがね、すごい久しぶりに感じる。楽しみすぎて、やばい。はい、本日のメインですね。海鮮キムチ、あ、豆腐チゲです、これ。豆腐、最後に乗せればよかったなと思ったんですけど、もう埋まってます。でもね、この、とりあえず乗せたんで全部、その中にスープ入れて、もう、茹でます。コト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 。では向こうで、鍋を温めてる間に、こちらで焼肉を開始してしまいまーす。始まりましたよ、焼肉。焼肉始まりましたよ。我慢できなくて、すっごい張り付く、すっごい張り付く、ごめん、やっぱり張り付く、すっごい張り付く。はい、来ました焼肉。久しぶり、このバーベキューのね、キャンプの肉、いただきまーす。うん、これ、この味、この味、もうずっともちろん。はい、そして久しぶりにこのマグで飲むビール、いかがでしょうか。最後、見て見て見て、すごいすごい美味しそうなことになってる。はい、こちらのバーベキュー台に移してきたので、いただいちゃいます。やばい、うまそうすぎる。はい、では肉が入ってないですけどね、
いただきます。美味しそう、やばい。うんうんうん、まあまあ美味しい。なんかね、美味しいんですけど味気ないところもあるんで、入れ忘れた油揚げと豚肉を投入しました。あー寒い。おそらくこれだけ寒い中でキャンプしたのは、まあ、キャンプなのかわかんないですけど初めてですね。いいですね、この寒い中、もう白い息ハフハフ言いながら鍋つつくって最高っすね。ただちょっとテント泊だとやっぱりもう抵抗あるかな。見てこの隅、気持ち悪い。集合体集合体。